滅が封印を？はい、滅はこの王都に着実に近づいております。これまでの道中でも滅がやったであろう破壊の痕跡がいくつもありました。マルベーニ女祭の話まことであったか。ユーゴ皇帝陛下、我が国の気球の折にご助力いただき感謝に堪えません。幾重にも御礼申し上げます。玉眼をお上げください陛下。私はアデル王子の連れとして仲間の戦いに加わっただけです。お褒めの言葉なら王子こそがふさわしくあります。おお、我が年若いアレッタ公殿はスペルビア皇帝陛下のご信頼を旅の土産として来るとは。これは見事。両陛下から過分なお言葉を賜り恐悦至極に存じます。ですが陛下、称賛ばかり与えるわけにはいきませんぞ。武装した兵士の集団を陛下のご聖断を仰ぐでもなく王都に招き入れるなどと厳しい処分が必要です。我が国の兵だけで滅をほふれるのか。それはであろう。そのような強大な相手に臆することなく我が国のために駆けつけてくれた抵抗軍を処分などとんでもなかろう。ですが絶対よ、そなたは顔面すぎる。アデルにはむしろ褒章を取らせるべきであろう。エブリン公として報じるとしよう。身に余る光栄ですが、今は抵抗軍の指揮に専念させていただけないでしょうか。滅に封印を渡すわけにはまいりません。イーラ領内における抵抗軍の行動に許可をいただければ後陣です。よく言った。それでこそ勇猛果敢なイーラの戦士、天の聖杯を滅するために我が国も協力せねばなるまい。我がアーケディアも最大限の助力をいたしましょう。元はといえばこの私の不徳、席は追わねばなりません。兄上、いや陛下、どういうおつもりですか。アデルにエブリンの血を与えるなどと。本人が辞退したのだ。それはもうよかろう。だとしても老壇が過ぎます。勝手に他国の君主と同盟したり抵抗軍などというものを組織したり。ゼッタ、我が弟よ、チンは思うのだ。この混乱の世にあって秦のような凡俗に王冠は重すぎる。陛下、乱世における玉座はアデルのようなものにこそふさわしいのではないか。兄上、まさか私を拝してあの者を皇太子と。